きチャンネル。しょっ。こんにちは。見る目があるのは誰だ。勝ち星。イエイ。イエイ。さあ、こちらですね。はい、まだ12球団1人ずつ。ピッチャーの勝ち星をトータルで計算して、一番多い人が勝ちというね。はい。だから誰が一番勝ち星を上げるのを見る目があるか。はい。こうです。投手部門って4部門あるじゃないですか。はい。去年、うん、私3部門取ってるんですよ。ほら、よく覚えてるね。そうなんです。俺記憶から抹消されてる。あ、本当ですか。サムさん1部門取れなかったと思って。俺だって連勝いるからね。そうですね。あ、うん。ほんとね。さあね、見る目があるのは誰だから。勝ち星はもう純粋に足した数だ、ね。足した数、うん、はい。俺の見る目がなくなっちゃうから。もう、節穴かって言われるから。そうですね。私、攻撃が得意なんでね。さあ、第2部門ね。よっしゃ。誰1位でいくかとか、戦略なんですよ、ね。一番誰を信用してるかだからね。はい。信用してるか。だって勝ち星だから。そうですね。勝つってことの絶対的な信用性がある人が1位に選ばれるわけでしょ。いや、でも他、いや、その球団の金もあるわけですよ、こういうのって。そうなんですよ。そうなんですよ。いや、本当はこの人行きたいけど、ここ行ったことがあるじゃないですか。そうなの？あります。そんなこと言ってると、はい、また後追いといて、かぶって、誰もいなくなるのってあるよ。まあ、それそもそも一番いるようなことじゃないですか。打点でね、うん。はい。はい、じゃあ行きますか。1位。いいですか。はい、うん。はい。せーの。佐々木朗希。ん？誰？ん？ポコだ。おー。カープ。朗希。朗希？おーい。そう。難しい。ちょっとここ行っとこうかな。ここ行っとでもあっち欲しいんだよな。佐々木朗希さん一番人気だね。人気やっぱりね。負けないからね。くれるぞっていうね。よし行きますか。はい。はい。せーの。ヤクルト。旬乗るね。旬乗ります。旬に乗った。はい。ヤフグレ。開幕前だと絶対言ってなかったよ。はい、そう。いや、もうこれも開幕後って言ってますから。もう今旬です。旬言ってるよ。ヤフグレとピッチャー苦しい中でやっぱりヤフグレ。開幕前に打者の方外国人選手ばっかりいてやらかしてんのに。絶対ヤフグレ、ヤフグレ誰も言ってなかったよ、一歩間違って。開幕前だったら言ってないでしょ。言ってないですよね。うん。多分。小川とかね。じゃあ、箱場さん、ヤフーでね。はい、僕は、タレイチで。はい。じゃあ、続いて。もう、2巡目決まってます。決まってます。決まってる。はい。いいですか？はい。せーの。伊藤宮城。あー、オリックスね。私は菅野投手。おー、菅野。はい。で、先生誰？伊藤博美。あー、伊藤博美。3巡目どうしようか。3巡目。うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん。ちょっと待って、お兄さん。ラッスン、俺らい。どうしよう。よし。決めました。決めた。もう人。いいですか？はい。はい、せーの。有原直さん。モイネロさんで。うん、有原。モイネルいいよね。はい。いいよね。モイネルさん。いや、僕もモイネル行きたかった。で、先生がエスピノザとして、はい、オリックス。はい。あ、じゃあもう私オリックス大丈夫だ。もう宮城いなくなったからいい。あ、じゃあ行きたい。エスピノザ。山下があんまりね。うん、そうですね。うん。うん、まだ勝ててないですからね。うん、まあでもまだ始まってませんから、ね。そうそう、こっから修正して成長しますから。あずまでもよかったんですけど。うん。赤羽さん誰って言うんでしたっけ？私、モイネル。モイネルね。俺、有原。よし。いいですか。うわー、悩む。まだ早い、まだ4巡目、まだ4巡目。悩むよダメだ。いや、でもまだいるもんな、このチーム。まだですか。いや、結構いるもんな。いいっすか。あ、いや、待って、もうちょい、あと1分。長えよ。はい、いいですか。はい、せーの、吉村。え、 DNA あとは東。うわそんな位置で考えて東持ってくるの。はい、いや、東はもう一瞬でしょ。え、先生誰？僕は吉村。吉村、ヤクルト。あ、巨人の吉村さん。
スカウト部長。オービーって言いました、うん、編成部長になってましたもんね、吉村さん。じゃあ、決めました。これは取れると信じている。そうなの、うん、よし、ここにしよう。その次もかな。OK。いいですか、はい。せーの。大貫幸也。もう違う気がしましたね。幸也、ね、うん、にしました。これ、大貫。はい。さっき山崎さんじゃ言っときよかったよ。そう思ったんですよ。でも、いや、多分東同士の方が取られると思って。戦略なんで。ちょっとかぶっちゃうよ。そうなんです。俺、かぶり多いわ。いいですか。1年間やってくれるんかな。いや、その心配がすごいあるんですよ。そこ心配、ほんと。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。そんなに悩んで応募とかやめてな。まあ、ここだな。オッケー。はい。オッケー。はい。いいですか。はい。はい。いい、いいっす。はい。いいっすよ。せーの。ポンセ。そうなんですよ。それなんですよ。ポンセね。誰見せに？ダミセリ。あ、西野さんな。いや、わかるんですよ。わかりますよ。やってくれるっていう。うん。どうしよっかな。俺、楽天のポンセやけど、お前、太陽のポンセだな。ほぼのポンセですよ。そっちのポンセだよ。違う。いやー、俺はポンセですよ。誰いきます？ん？そう。あーあー、そういうこと。ああ、はい。せーの。早川。ほら、俺、早川。早川、ポンセ、正直いなくなっていないよ。やばいっすね。マー君でいいじゃないですかね。まあまあいい。マー君で。いつ戻ってくるんだろう。俺は、早川かなと思ったんだけど、やっぱ開幕同士だから、ハードル高いから一生の、それだと俺ポンセの方が開幕投手じゃないから、うん、ありますよ、うん、1年間投げてくれたら、うん、そこそこいけんちゃうかと思ってポンセにしたんだよね。おげおげい。いやもうでもやっぱもうここ行くかな。ほいほい。OK ですか。はいはい。せーの、村上。大瀬良投手。あれだ、村上。村上です。ヤクルトだ。何こっち？うん。間違え、すごいね。あ、間違えました。うん、村上。そっちの村上でしょ。違う。違いますよ。うん。村上ですよ。正規ね。正規ね。正規ね。これ、どこ？はい。アップで、俺今、はい、阪神、村上行こうと思ってて、そろそろ取ろうかなって。そうそうそう。いるからね、阪神。巨人も、うん、もう戸郷とか、戸郷と山崎よりだから、うん、またこれガッチャンコになったら終わるなと思って、うん、もう行こうと思って、うん、OK ちょっと待ってください。よし、私この人行っとこう。 OK、 はいはい、いいですか、うん、せーの、タイガー。タイガー、あー、セーブ取れたよ。うん、で枠いい。セーブは何人かいるんで。向こうが触らすね。あ、中日。はい。危なかったね。うん、危なかった。迷ったんですよね。ちょっと迷いました。私も、そう。でもちょっともう今年は水産行ってますね。中日どこ行ったんだ、はい、俺セーブまだ誰も選んでないから。選んでない。多いから選んでないけど、うん、そろそろ言いそうやなと思って。え、かぶる可能性あるなと思って。うん、私も結構セーブかも中日行こうと思って。だから逆に中日だったら、俺が中日行ったら危なかった。危なかったですね。うん。うん、OK。オッケー。オッケーじゃないっす。よし、決めた。いや、俺どっちにしようかな。いや、私もちょっとどっちにしようかなと思ってるんですよね。いやー、どうしようかな。ここだけめちゃくちゃ迷ってることが。オッケー、はい。はい、オッケーです。せーの、才木。おー、阪神。うん。西。あ、西。あー、取れなかった。純也。さすがやな。勇気です。勇気です。同い年、西勇気。今井。今井。ゆうたろう。達也。セブのね。今井ね。俺も、あとカブリーズ。だから、競争、競合ないよ。ないですか？俺は。うわ、やばい。先生とやばい。私、これ。あとだと俺、ハム、ヤクルト、ロッテ、中日したから。僕、DNA のだけでかぶるんかな。え、そう、私もそう、DNA だけ。あじゃあ、ちょっと、あれ言っても冒険で。バウアー。はい。来るんかなバウアー。バウアー、どのチームに入れてもいいからね。あ、確かにそうですよ、うん、その代わりに来なかったでしょ来なかった、確かに取りに行かなかったらあれでしょ。でも、
で、チームが変わっちゃったら0勝だから。そうですよね。全球団1人ずつなんで、DNA に入らなかったら、0勝。どんなに頑張っても。うん、そうですよ。それ以外の原点なかったですよね。ない。ああ。じゃあ0勝ぐらいだよ。わかんないけど、はい、もう私決めたじゃん。はい。はい。せーの。神茶谷。リーフでいきました。私、浜口投手で。平良がね、ちょっと怪我しちゃってるからね。うん、そうなんだ。平良が怪我。あとやっぱジャクソンがちょっと良かったけど最近悪いからね。そう。信用がね。8失点ぐらいしてましたもんね。ちょっと制球がね。っていうことはじゃあもっとかぶりなので大丈夫だ。選んでこう。よし、じゃあ俺、ロッテ、小島。はい。ヤクルト、高橋奎二。ケイケイ、今年頼むぜ、ほんと。ファイターズ、カズタカ。おぉ。ドラゴンズ。柳、うん、オッケー。僕ジャイアンツは山崎陽、うん、みんな被んなかったら良かったですね。そっか、被、うん、んなかったら、ね、まあ3人ぐらいいるからなっていうところは平和なのよ。はい、だからドラゴンズもオードとかもいるしね、うん、平和じゃないところがあるからね。はい、でも3人いてもだからって言ってこの間の打点のソフトバンクみたいになってるんですよ。広島は森下でいきます。ほい、うん、でソフトバンクが大津でかけます。おお、じゃあ DeNA 東取れなかったのオリックス東でいきます。東、はい、で楽天がうちか岸かどっちにしようかな。私うちにしてみようかな。うちたちは違います。うち西武です。うち西武で、あと西武は西武で、私竹内投手で。おお、西武ルーキー、これで終わりかな。うん、そうだね。はい、さあということで、はい、勝ち星積み重ねて、はい、誰が一番勝つか。昨年はね、若林さんが当初も参加してるらしいからね、はい、まあ、これでね、まず皆さんも自分で一緒にやってもらって、うん、あとはこの3人のね、うん、誰が勝ちそうかの予想をお待ちしてます、はい。